メタファーデイリージャーナル。今回は旅の中で出会う支援者の青年アロンゾについて紹介しよう。アロンゾはマルティラの街で主人公たちが出会うニディア族の青年だ。情報収集能力が高く他人を欺く才能に長けているが、彼の詐術の被害に遭うのは往々にして悪辣な金持ちや権力者たちである。常にひょうひょうとし、決して他人に心を読ませないが、唯一の家族である母親に対しては弱い一面を見せることもあるようだ。次回は王都の魔導機商人で支援者の一人ベルギッタについて紹介しよう。